それでは、次のライブ ICM という、バンドの紹介をさせていただきたいと思います。ICM 1997年結成、東京のライブハウスをメインにライブ中心の活動を続けています。2000年メンバー脱退などにより休止されましたが、2002年、ケイスケさんとマサポンさんによる2人でゲイインディーズでの活動を再開されました。再開後ライブはめったに行いませんが、中身の濃い楽曲を作ることに重点を置いて活動をされています。はい、もう少し、スタンバイ時間あるようですね。だんだんあの夕暮れ時が近づいてまいりました。あれは夕日ですよね、朝日じゃないですよね私太陽を見るときはいつも朝日が多いので、夜明けの朝日を見ることが多いんですけれども、今日は夕日の下で、このようなステージを、皆さんにお楽しみいただいております。はい、よろしいですか。それでは、申し遅れました、私、ブブドラマドレーヌがご紹介、させていただきました。ありがとうございました。それでは ICM さんのライブをお楽しみください。どうぞ。
Thank you.
やっちゃった。強い似てないし、なんかいつもその感じになっちゃうね。テレビでやってるからね、いつもね、さっさとやれるとダメですね、こういうのね。ああですね、夕暮れのこの時間前かな、ちょうど昼間もっと暑かったからね、どうなることだろう。昼間暑いやろ。何いや、雨降ってほしかったな、みたいな。よし、じゃあ次行きますかな。うん。ね、もうあのやり尽くしてる曲ですけども、楽しんでください。はい、やってると思います。孤独ラビアンド。We'll be right back.
ありがとうございました。この後大吟醸さんのパフォーマンスも楽しんでてください。ではまたどこかで。